その布の話ああ本場だ町に持って行けばいつも重量に触れるわその布をあの女房が織るっちゅんだなあ殿あの女房を織っとるところ民家なランチで花屋に入
気配が鳥のようだ。まるで気配が鳥のようだ。
き人の女房になるっちゅう話があるの。なんだと。何やら風がおかしいと見とるとよ。そっと水の中に入ったところを見るとおめえ鶴になっとったあげな。そしてしばらく水の中に遊んでからまた元の女になってすっと戻っていったっちゅうが。初夏いつ
Thank you.
してもおらんちゅうたら出てくだと脅かしてやるだぞ。はあ、あの布美しい布だろうが、つが折ったんだで。だからよ、美しい布だけに前の2枚分も3枚分もの金で売ってやるだぞ。その人と話なんかしないでね。
束してね。あんたが白ということなら、どんなことでもしてあげる。どんなことでもしてあげる。だからもう、あんたの好きなお金もあるし。うん、金はあるこの袋の中に。あるのが欲しいんだけど。まあ、あの者。
今のあの人たちね、あの人たちがあんたをだんだん向こうへ引っ張っていくでしょう。旦那、おこんなやつ。
quanto cane mochete un palazzo con gli scogli mia cosa io puda世界のことは
ぞお願い。お願いします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 。
Thank you.
りせんかよひょおんにまわゆきなかにぶたれてなにしりあげるとこまで出ていっただ俺たちが抱えてこんなら今ごろは死んどるところだぞ大気がついたか、よいしょ、しっかりするな。
Thank you.
Thank you.
Simon.